生物学、生物生物の分類、星口動物、星口動物は、一般に星虫と呼ばれる、全中上の海産無脊椎動物。体は、左右対称で、節に分かれていない。約250種が含まれる。かつては、独立した門に分類されていたが、2018年現在は、関係動物門の一部とされている。筋星虫族の対抗内の図。 ソーセージのような体型の禅虫。体長は3センチメートルから1 0トル程度のものが多いが、1センチメートルに満たない小さな種や、約5 0トルに達する大型のものもいる。体色は様々だが、くすんだ色が多い。体は体幹部と肝乳粉からなる。肝乳粉の先端に口があり、その周囲、または背側に触手が多数ある。 和名の星口とは、この触手が放射状に広がる様子に由来する。体構内に1体か2体の牽引筋があり、これによって肝乳粉を体幹部に引き込むことができる。種によっては粉を引き込み、体を膨らませた姿が、ピーナッツに似ることから、英語では、ピーナットアームと呼ばれる。肝乳粉にはしばしば棘や針が並ぶ。体表は口くらに覆われ。 その表面には突起やトゲがあることも多い。縦星虫科のものは体表の一部に口倉が厚くなるか、石灰質が沈着してできた縦上部を持つ。口倉の下には表皮、ついで神秘がある。その内側には筋肉があり、外側に肝筋層、内側に縦筋層があるほか、この二層の間に薄い射筋層が見られることもある。 縦筋層の下には対抗膜があり、その内側が対抗である。対抗は列対抗性の新太鼓。腹膜により仕切られているが完全ではなく、一つに繋がっている。はっきりとした血管系は見られず、体の運動によって対抗液が攪拌されることが循環系の機能を果たしている。太鼓液中にはヘムエリスリンを含む赤血球があり、 体表を通じて得られた酸素を輸送する。ガス交換の場は種によって異なり、触手と糞の表面を共に使っているものもいるが、岩に先行する種や、酸素の乏しい泥などに潜る種は、触手表面だけで呼吸を行う。大型の種は体表をすべて使っている、可能性がある。対陽液内には、赤血球以外にも、数種類の細胞が含まれる。対陽液は、 水力学的骨格として圧力により体を支持したり、糞を伸ばしたりする役割も果たす。体高の大部分は消化管が占める。消化管は先端の口から後部へ伸び、後端で折り返して体幹前端の背面にある肛門に続く。したがって消化管は U 字型になり後ろへ伸びる腸管と後端から戻ってくる腸管は互いに螺旋に巻きついている。 このような屈曲した消化管は、干し口動物以外には、固着性の動物にしばしば見られる。人管が1体、または1本、体管全部の覆面側にある。人管は、外人口で体表に、内人口で体構内につながる。窒素老廃物は人管を通じて、アンモニアとして排泄される。小さな脳と1本の腹神経ンがあり、この2つをつなぐ。 食道神経管が体壁に沿って伸びている。この構造は関係動物に似ているが、星虫では腹神経策が分節しないという違いがある。触覚受容器は体表全体にあるが特に触手に多い。化学受容器は糞の配則に見られる。脳神経節の配則に一体の色素排単眼を持つ種も多い。袋星虫属の一種。 糞を伸ばし、触手を出している。深海から採集された、サメハダホシム種属の一種ファスコロッサマターガラ。星口動物はすべて海産の定生生物である。温暖な海域に分布する種が多いが、北極海や南極海を含む世界中の海に見られ、長艦隊から水深5000メートルを超える深海まで、幅広い水深に生息する。多くは、 砂の中や石の下、海藻の根元などに住む。珊瑚礁や沿岸域には、硬い石灰岩に先行するものが多い。巻貝の殻や、多毛類などが作った生涯を住みかとする者も,もいる。柔らかい気質に巣穴を掘るときや、海藻の根元や砂利の中を動き回るときには、縦筋と、玉木筋、糞を動かすことで全動する。硬い気質に先行するものは、 太表の棘や縦上部をヤスリのように使うだけでなく分泌物によって科学的に溶かすこともしていると考えられる。縦干し虫類は縦上部を蓋にして巣穴の入り口を塞ぐ。縦干し虫属のある種はスツボサンゴ属や虫のスチョウジガイ属の単体性サンゴと共生する。サンゴの骨格に細い穴が開いていてその中に干し虫が生活している。 サンゴの骨格の中には、貝殻が見つかるので、星虫ははじめ貝殻に住み、その貝殻にサンゴが付着して、貝殻を覆い隠すほどに成長することで、共生関係が成立すると考えられている。これらの種は砂地に生息するが、サンゴは自力ではほとんど動けないので、ひっくり返ったり、砂にうずもれたりしてしまう危険がある。星虫がサンゴを引きずって動かすことで、 サンゴは砂地を安全に利用できるようになる。星虫の側は、サンゴが貝殻よりも大きく成長することで、自分が大きくなっても、新しい住処を探す必要がなくなる。その他に、サンゴは広範囲に餌を探すことができ、星虫は、サンゴの手法によって外敵から身を守ることができるという利益もあると考えられる。これらのことから、 星虫とサンゴの共生は両者に利益のある愛理共生と考えられる。個体によっては体表面後部に突起が確認できるが、これはこの生物に寄生する二枚貝の一種でシソイと呼ばれ、アリソナシやカに属すると推定される。星虫に寄生する二枚貝、膜ン等、採食行動には不明な点が多いが、大半の種は、 食種の専毛と粘液を使って海底表面のデトリタスを食べていると考えられる。他に堆積物を接触する種や水中の有機物をこし取って食べる見学物食者もいる。石灰岩に住む種は糞にある針や棘でデトリタスをかき集めて食べる。温帯では夏から初冬に繁殖する種が最も多いが例外もある。 繁殖行動は夜間に行われることが多い。配偶種は人間を通じて体外に放出され、海水中で受精する。オスが先に精子を放出すると、メスが水中の精子に反応して、卵を放出するという観察があるが、種によっては逆に卵が先に放出されることもある。ほぼ全ての種が死有遺体だが、例外的に袋クロホシシのネフィソーマミニタムは、 私有動体である。ただし自家受精はしない。この種では、受精卵は母親の巣穴の中で保護される。有性生殖に加えて、高い再生能力による無性生殖も行うことが一部の種で確認されている。その際には、体が横分裂によって、後部の小さな断片と全部の大きな断片に分かれ、それぞれが失った部分を再生させて二個体になる。 フロリダに多産するエダホシムシ属のサミスティー・ラジェニフォーマスはメスだけで単ため生殖をすることがある。この種ではオスはメスに比べて数が少ない。海水中で受精した卵は全活の螺旋卵活を経て肺発生を進める。ごく一部の種は直接発生で受精卵はゼリー状の物質に覆われたまま発生が進み小さな全虫になって孵化する。 しかし大多数は関節発生で受精卵はトロコフォア溶精となる。トロコフォアは接触せず卵黄の栄養を使って発生を進める。トロコフォア溶精から直接に変態して全虫になる者も,もいるが、さらにペラゴスフェラ溶精の段階を経る者も,もいる。ペラゴスフェラ溶精には卵黄栄養性のものとプランクトンを接触する者がいる。 星口動物は、急行動物であり、その中でも、関係動物、軟体動物、湯虫動物などと共に、関連動物と呼ばれる、系統群に含まれる。関連動物の中では、形態の類似に基づいて、軟体動物に禁煙と考える意見もあるが、分子系統学の研究は、関係動物との類縁を支持するものが多い。関係動物に近いというだけでなく、 星口動物は、系統的に、関係動物に含まれるとする結果も得られている。ストラックらの推定によれば、星口動物は、関係動物の中では、翼5回類、水口虫類に次いで初期に分岐した系統とされる。形態と分子系統を総合した分析によって、ディノフィリス科の姉妹群と推定した研究もある。関係動物の体は大切に分かれるが、 星口動物に大切はない。星口動物が関係動物に含まれるとする説に基づけば、星口動物が大切を持たないのは、祖先的な特徴ではなく、一度大切を進化させた後に失ったのだと考えられる。ヤマトサメハダホシムシの神経系の発生過程は、関係動物と共通していて、やはり星口動物の祖先は大切を持っていたことを、 示唆している。レクタイレスは星口動物の化石とされるが、疑問視する意見もある。化石記録は乏しいが、中国南西部の冒天山にあるカンブリア紀の地層から発見されたアルケアガルフィンジーアとキャンブロシパンクルスの化石は星口動物のものとされている。この二族は、原生の袋星虫科によく似ており。 このグループの形態が長期間にわたって大きな変化を遂げてこなかったことを示唆している。星口動物であるとされた化石は他にもあるが、その一部は他の分類群であることが明らかになり、残りのものも疑問がある。バージェス血眼から見つかったオットイヤは、はじめ星虫とされたが、後にエラ引き虫であることが判明した。シルルキと石炭機のレクタイレス。 ジュラキのエピトラキーズなどを干し口動物とみなす意見もあるが、疑う意見もある。消化管の構造が似ていることから、塩水系の殻を持つヒオリテスが干し口動物に近いとする研究者もいるが、これも疑問視されている。干し口動物自体の化石ではないが、フランスの白亜紀初期の地層から発見された虫のスチョウジガイ類のサンゴの化石は、 星虫と共生した痕跡を残している。他に星口動物の生根化石と思われる巣穴の痕跡や海ゆりのコブも見つかっているが、それらが本当に星虫の生根かどうかは不明である。星虫類は輪廻の自然の体系第12版に記載されているが、雑多な無脊椎動物と共に全虫妻の一員とされていて、独立した分類群にはなっていない。 ラマルクやキュビエは、星虫シシ類はナマコに近いと考えていた。1828年にブランビルは、星虫シシ類をシプンキライダと名付けたが、このグループには一部の寄生性全虫も含まれていた。カトルファージュは、星虫とユム虫、エラヒキ虫が、関係動物と極秘動物の中間系であると考え、これらの動物をまとめて、ギカンムシ類と呼んだ。 1959年、ハイマンは星口動物を独立の動物門とした。ハイマンは星口動物門を綱や目に分けていなかったが、その後の研究により、以下の二項四目六下に分類されている。俗以下の分類は、各下の記事を参照のこと。各分類群の特徴は、西川、ブルスカとブルスカによる。蒸気の分類体系は、形態による。 系統推定の結果とほぼ一致するが、分子系統学に基づき、一部見直す必要があるとする研究者もいる。2012年にはやはり分子系統に基づいて、カレベルの分類を再編する論文が発表された。それによると、星口動物は以下の6かに分類される。中国で食用に売られている星虫、食用や釣り絵用に利用されることがある。 中国福建省の料理である土竹のことは、土竹の子と呼ばれる、星虫の一種を煮こごりにしてタレをかけたものである。山東省園大市では、スジホ虫と湯虫類を区別せずに、海ウ,ウシと呼び、ニラと一緒に炒めたものを、ニラナイタメ海ウと称して食べる。スジホ虫は、ベトナムでは、ジムシと呼ばれ、野菜と一緒に炒めて食されるほか、 ミクロネシアでも食用にされ、日本の瀬戸内海や九州では、釣り用に利用されている。フィリピンのマクタン島など一部地域では、スジホシムシ属のシパンクルスロブストゥスをサルポと呼び、巣と薬味をあえて生殖するほか、天日干しにしたものを炙って食べることもある。笛吹き大化の魚を釣るための餌に用いることもある。砂地にあるサルポの巣穴を発見し、 採集するには熟練した技術が必要で、専門的な裁捕者がいる。マクタン島では筋星虫も採捕されるが、苦いので、食用には好まれず、釣りや、滋養競争のための民間薬として利用される。カオハガン島では、サルポの他に、より小さな星虫類がバトナン、さらに小さいものがバトレと呼ばれ、野菜と酢であえて食べる。ただし、バトナンとバトレは、 ナマコの一種である。星虫細胞の様子。マクタン島。日本では、1920年代から1930年代頃には、広島県沿岸で採取されたスジホシムシや、スジホシムシもどきが、釣り絵として利用されていた記録があるが、2010年前後の西日本での調査によれば、流通しているのは、日本国外から輸入されたスジホシムシのみである。 ありがとうございます。